も知らずに戦っているとしたら、そんなの悲しすぎますよ。私は甘い。ケテル様に反乱の話を聞かされてからどうしたらお前を救えるかずっと考えていたのだからな。誰が頼んだ。なぜだルシファー、お前を救うことだってできたはずなのに。そういう話はミカエルたちをよこす前にするんだったな。殺したのか。一切の武器は無効化されます。ご存知だと思いますが。臆病者にはお似合いの巣穴だな。神の温かな慈愛がお守りくださっているのです。だったらそのふざけた装置を破壊するまでだ。懐に隠し持っているオーブを使ってですか。レクイエムを奏でましょう。世界に光をもたらすものとは。
もう一つもお返しいただきたい。消えてる貴様。いよいよフィナーレです。何も手を打たずに待つほど迂闊ではありません。せっかくオーブまで手に入れたのに爪が甘かったようですね。消えてる貴様だけは。お静かに。ここは神聖な場所ですよ。憎しみのこもったいい目だ。お気をつけください。ケテル様、やはりルシファーは打点してしまっているようです。化け物になる前にせめて私の手で。だそうですよ、ルシファーさん。これで役者は揃いました。誰にも邪魔されたくはありませんからね。ケテル様、あなたは昔からいい仲間に恵まれるお人柄のようだ。どういうことです、ルシファーは。神の作りし世界は愛で満ち満ちている。ああ、なんと美しき友情か。友情？それ以上口を開くな、ウリエル。私は美しいものが壊れる瞬間がたまらなく好きでしてね。息はあるみたいですね。くそ、中では何が起きてるんだ。ケテル、狙いは私のはずだ。やるなら私をやる。ルシファー、ごめん。あなたを信じていれば。涙を流す必要はありません。あなたは選ばれし犠牲なのですから。神よ、尊いウリエルさんの命を奪うことをどうかお許しください。そうですね、これも天界を健全に保つため。神がそのようなことを言うものか。おっしゃりますとも。神はいかなる時も私たちの味方なのですから。私の手は勝利を確信すると喜びに震えるのです。ケテル、やめろ。
13年前、それは突然起きた。都内の3分の1の土地が地面から切り離され、宙に浮いたのだ。その日、東京は東京を失った。目障りなんだよ、人を捨てた土地なんて。裏切った人間たち、我らは自由を得、人に鉄槌を下す。モンスターの復讐が始まる。どうしてここにいるんだよ。13年前モンスター残らず消えたんだろ。彼らはまだこの世界に存在する。ソライロン神。私は戦う、正しさなんかどうでもいい。あなたはどうする？なぜ人間を守ろうとしてくれるんですか？俺たちは絶対仲間を見捨てない。ここが正念場じゃ。私も戦う、私自身のために。この日我らは封印の首引きから永遠に解放される。信じるんだ、この封印を超えられる、たった一人の特別な。封印を解けばここは世界から消えてしまう。我々は裏切られたのだ。人という醜悪な生き物に。ソラ！カナタ！どうか守らせてください、俺の大切な人。いつかきっと共に生きる。モンスターストライクザムービー、空の彼方。今マイル券を購入するとゲーム内特典とシリアルコードがついてくる。さらに X フラッグストアでは特典グッズアクリルキーホルダー、ローソンでは書き下ろしアクリルスタンドのセットがついてくる。各窓口にて好評発売中。ヤツガレが命じる。ヨミさん、バンドラ、一緒に戦おう。グリエルさん、イクドルの夜もつ戦を退く。やったー、モンストカードゲームボリューム2好評発売中。私と一緒に戦うだろ。